皆さんこんばんは、新猫好きです。学校だった怖い話です。実況プレイ続きやっていきたいと思います。さてではですね、前回は、あけみの第2話を見ていきまして、第3話4話といきたいところなんですけど、第3話第4話は、もう新規の、ルートがないということなんで第5話目から始めます。荒井さんの話が新規みたいなので見ていきましょう。久々の荒井さんだね。いよいよ僕が話す番ですね。僕の名前は荒井翔司、2年生です。皆さん映画はお好きですか？僕は大好きなんですよ。映画かつい昨日ちょっと見たんだよねっていう。特にフランス映画なんか好きです。ヨーロッパの映画はいいですよね。フランス映画か、どんなのかあったっけ。映像が美しく、詩的で心が洗われます。映像が映像って言いたんやな。猫好きさんはどうです？フランス映画好きですか？好き、嫌い、どちらでもない。そんなの見たことない。フランス映画か、フランス映画大体なんかハリウッドか洋画かみたいな感じだけどな、見たことないな。かわいそうな方ですね。あの素晴らしさに未だに巡り合ってないなんて。ぜひ見てください。きっと気に入りますから。フランス映画って何があるかちょっと教えて。あのローマの休日的な。ひょっとして猫好きさんは映画とか嫌いですか？好き、嫌い、どっちでもない。いや、ま、映画は見る方だけどね。でも最近映画館行ったりとかっていう時間がねないけど、見るには見るよ。へえ、そうですか。フランス映画を見ないのに映画は好きなんですか？何それ、なんかおかしいのか。変わった人ですね。でもさ、外人はだいたいハリウッドばっかり見て、洋画とかって見ないとかそういうのあったりするんじゃないの？わかんないけど。外人でもね、日本の映画見たりする人もいるんだろうけどね。でも人それぞれですからね。そうだ、人それぞれだ。まあ映画の好きな人なら僕と気が合いそうですよ。今度ゆっくりと映画について語り明かしましょうね。それアメトークみたいなんだよ。こう企画してくれんのか、荒井さん。朝まで二人きりでね。いやそれはちょっとな、それはちょっとな、明美に怒られちゃうからな。それでどんなジャンルの映画が好きなんですか？アクション、SF、ホラー、サスペンス、ラブ、ロマンス、ドラマ、コメディ。そうだな、映画のジャンルか。ついね、昨日見たのがあれなんですよね。シングを DVD で借りて見たんですよ、家族が。面白かったですよ、シング。でも最近見たのはね、あれなんですよね、フォロワーさんが見てるよっていうことで見たのが、おとぎりそう見ました。あのサンドノベルのあのゲームのやつね。え、あとね、一回見たけど、あのタイガー&バニーの2作目も見ました。あれ面白かった。やっぱりタイバニーもうハリウッドでも成功であって。そうだな、大抵なんかこうアクションものかな。SF ホラーじゃない、ね、ホラーは見ないんだよね。トラウマになったのがキルビルなんですよね、僕のトラウマ映画は。アクション、そうですか。アクションが好きなんですか？最近のアクション映画はどんどん過激に激しくなっていくのがよくわかります。よくて生きているものも多いですしね。
まあハリウッドとかはね、もうとんでもないクオリティでやるからね。でも僕はアクション映画があまり好きじゃないんですよ。あ、そうなの？というのもね、アクション映画ってほとんどスタントをしている人が出てきますよね。僕、あれを見ていられないんですよ。かわいそうっていう気持ちが優先して映画を楽しめないんです。あー、スタントマンさんか。でもジャッキー・チェーンはあれだよね。あの、ほとんどスタントなしでやってるね。すごいよね。あのスタントの人は、あれから怪我をして重傷だったんじゃないだろうか、とかね。僕、気が弱いですから。作る側の事情などをよく想像してしまうわけです。1年生の時、同じクラスに映画を作る人がいたものですから。映画を作る人？すごくね？と言っても、自習制作ですよ。と、彼は時田康雄くんと言ったんですけれどね。本当に映画が好きな人でした。うちの学校に映画クラブがないのを悲しんで、人を集めて同好会を作ってしまうほどでしたよ。へえ、すごっ。実はね、時田くんは役者になりたくて仕方がなかったんです。将来の夢だと自分に語っていたことがあります。映画作る割には役者なのか。こう、映画監督じゃなくて、役者なんだ。演じる側なのね。なんでも、ブルース・リーに憧れていたらしいですから。ああ、燃えよドラゴンだね。お父さんの、手ほどきで格闘武術を習っていたそうです。それから時田くんは同好会で監督もやっていたんです。自分で監督して、しかも自分で演じたかったんでしょうね。あー、あれだな、こうビートたけしみたいなこう感じ、アウトレイジみたいな。もちろん主役ですよ。この回の創設者は時田くんですし、機材を持ってきたのも彼ですから。先輩たちも彼が監督兼主役をやるということを快く納得しました。まああれだね、こう創設者の特権というやつだね。そして記念すべき同好会の第1回作品の撮影が開始されたのです。ちょうど去年の今頃だったと思います。彼が撮ろうとした映画のジャンルはもちろんアクションですよ。確か映画のタイトルは正義の鉄拳。こんな正義は嫌だみたいなこう感じで言うんだろうね。だったと思います。嫌ですね。なんだか笑ってしまいます。まあ、アクション系の映画か。どんなタイトルがあるんやろう。どんなタイトルがこうみんなが見たくなるんだろうね。そうか。こう。なんだろう。正義の剣みたいな感じ。なんか、ジャンプ漫画パクってるね。簡単な内容はこうです。主人公の父は有名な、武術家でした。ある日、ある組織の用心棒として雇われます。組織の秘密を知られてしまった彼は殺されます。その主人公である息子が父の仇を取るべく組織に戦いを挑むというのが設定です。なるほどね。なんか似たような映画 あるんかな。そういうの。まあ学生の同好会ですからね。舞台の大半は学校の中や校庭になるわけです。主人公である息子もそのお父さんも学生ですよ。
あれだよね、こう学校でやった怖い話なの、スーファミ版は、あれですよね、大体の人が、あの、バンプレスト、販売元の人たちが、ね、学生服着でやってたっていう感じだからね、それと同じような感じだね。なんとも怪しいお役ですよね。それでもどうにかこうにか撮影は終了しました。あとは編集作業です。バラバラに撮影したシーンを一つ一つつなぎ合わせていくんですよ。これが実に大変らしいですね。まあ実際この実況を撮っている時の編集も結構大変なんだよね。こう加工したりとかもしないといけないし。これは時田くんかな。あれ変だな。こんなシーン撮影したかな。時田くんはふと一本のテープを見て首をかしげ回した。それは主人公が道場の若手に武術の型を教えているところでした。確かにそれに似たシーンは撮ったのですが、彼の記憶とは違っていたんです。時田くんはフィルムを見て驚いていましたよ。あんなに下手くそな演技だったみんなが本当の役者のようにうまい。みんな自分の教える通りに素早く動いていく。それは本当に自分の教え方がうまくて、どんどんみんなが上達していったんだという錯覚を起こすそうなほどでした。へえ。実はあの演じてた人らも結構あのうまかった感じとかそんな感じじゃないじゃない。それほどよく撮れていたのです。自分はそんな格闘を撮った覚えはない。でも記憶違いかもしれない。それほどよくできたシーンを時田くんが使わないわけがありません。彼はそのシーンを編集しました。しかし次の日他のフィルムを見ていると、また撮った覚えがないシーンを発見したのです。それは主人公の父が組織の秘密を知って殺されるシーンです。実際に殺されるシーンなんて簡単なものでした。と、組織の雇った殺し屋に襲われる彼が逃げる。その彼の背後に迫る殺し屋。そして彼の叫び声。殺し屋は死んでいる彼を背にして去っていく。それなのに、そのフィルムにははっきりと彼が死んでいくシーンが映っていたんですよ。あれだね、実際こう銃で撃たれるとかそういうのって、あのなんか袋みたいな、なんか血に見せたようなの液体を服なんか服にすねばしてこうパーンってやるすか感じだよね。あんま詳しいなんやけど、そのなんというリアルなこと。殺し屋の鉄拳が彼の腹部に炸裂。腹部を狙ったのは副部長のせいかな。彼の溝落ちにヒットしたせいか、口からは一筋の真っ赤な血が。そして地面に倒れ動かなくなる。そんなカットが次々に映し出されました。いくら何でもこんなシーンを撮った覚えありませんでした。しかし実によくできていたんです。それで彼はためらうことなくそのシーンを編集し本編に取り入れました。その次の日でした。
主人公の父親役をやった生徒が殺されたんです。僕や時田くんと同学年の片山くんです。片山、腹を何回も殴られてね。内臓破裂を起こすほどだったそうですよ。その時の状況を聞いた時田くんは耳を疑いました。まるであのシーンにそっくりじゃないですか。彼を殴り殺した犯人はわからないそうです。だって彼は夜中に一人で自分の部屋で寝ていたんですから。誰も忍び込んだ形跡はないし、部屋が荒らされた様子もない。疑われるのは家族ですよね。時田くんは恐ろしくなってしまいました。もしかしたら自分があのフィルムを編集したせいで彼が死んだとしたら、これがあのフィルムの呪いだったら、あなただったらどう思いますか？その映画の編集作業を続けたいと思いますか？もし続けたらもっと変なものが映っているかもしれませんからね。続ける、もうやめる。直接のなあ原因とはちょっとかけ離れてるかもしれんけど、やめてみるか。もう編集やめてしまうんですか？そうですね。その自主制作の作品に、携わった人が死んでしまった場合は思わず考えてしまうものもわかります。彼も念願の映画研究同好会を作ってやっと作品を作れるまでになったのに、とても残念がありました。彼は情に熱い人間だったのですが、フィルムの編集作業を断念することにしたんです。時田くんはあのあれだな、結構まとも人間だな。それ以外に殺された人間が映っている映画を編集することにも抵抗がありましたしね。翌日、彼は例のフィルムを保管するために、視聴覚室へ行きました。するとあのフィルムが編集をしてくださいと言わんばかりに編集機器にセッティングしてあったんです。フィルム？しばらく彼はそこから動けませんでした。視聴覚室に最後に入ったのは先週の土曜日だった。その時は編集機材は全部片付けたはずなのに。だってこの部屋の鍵を持っているのは先生と彼だけなんですから。誰なんだ？先生はそんなことをするわけはないでしょうし。でも彼はいい方に考えました。きっとこれは無念の最後を告げた彼が作品を仕上げてくれと僕に訴えているんだと。彼自身も途中で編集をやめなければいけなくなったことにかなりの未練があったのは確かです。そう思うと何より先に編集を続けたくなってしまったんです。マジか時田くん。そしてその日見たフィルムはもっと変なものが映っていたんですよ。それは主人公が組織のボスを倒すために何人もの刺客を倒していくというシーンでした。かっこよく次々と刺客を殴り殺していく主人公。よりリアルに死んでいく刺客たち。刺客でいいんだね。刺客でよかったんだっけな今更ながら
もう彼はご機嫌です。次々と主人公が刺客を倒していくシーンを見るたんびに彼もガッツポーズをする。そして主人公が最後のボスを倒すシーンです。主人公の決め手の拳がボスの腹部に炸裂しようとした瞬間、相手は主人公の拳を避けて自分のパンチを繰り出したんです。まあ簡単には勝たせねえぞっていう感じ。時田くんは目を疑いました。そんな、これは違う。最初からこんなによく撮れているはずがないのだから、それ自体が違うとは僕は思うんですけれどね。時田くんは自分の見間違いかもしれないと思ってもう一度見直そうとしたんです。猫好きさんだったら見直しますか？見直す、見ない、見てみよう。彼ももう一度映画を見直そうと思ってフィルムを巻き戻したんです。そして問題の場面に差し掛かりました。彼は目を皿のようにして見つめました。主人公のパンチが炸裂するかのように見えました。またか。主人公のパンチは宙をかすめました。ボスのパンチが主人公に炸裂する。おうすげえ拳。その時ボスのパンチはスクリーンから飛び出すと、時田くんの顔を正面から捉えたんです。彼は短く声を出しました。立て続けに素早いパンチが彼の顔や上半身にヒットしたんです。彼の顔は骨が折れたように歪み、口からはゴボゴボと血がほとばしりました。画面から出てくるのか。怖っ。目には血が入って赤いセロハンをかけたようになりました。その向こうで時田くんは確かに見たんです。スクリーンから身を乗り出して笑っている片山くんを。片山くん？その顔はボス役の生徒の顔ではなく片山くんのものだったんです。お前は父親役じゃなかったのか。時田くんは殴られたショックと内臓破裂で亡くなりました。警察の調べも虚しく、事件は迷宮入りになったそうです。僕がなんでこれを知っているのかですって。ある日、僕の学校の机の中にフィルムの入った箱が入っていたんですよ。僕は日の光に透かしてフィルムを見ました。それだけではよくわからなかったので、僕は興味深く思い、わざわざ8ミリ映写機を買って見ようと思ったんです。へぇ、新井さんも映画好きだから、そういうのがやっぱ気になっちゃうんだね。なぜかそのフィルムを見たい衝動に駆られてしまったんです。スクリーンがなかったので僕の部屋の白い壁を使いました。それを見て僕は唖然としました。そこには彼が殺されるまでの記憶がしっかりと映っていたんです。そしてそのフィルムは彼が殺されたところで終わってしまいました。僕はとても気持ち悪くなりました。ふと顔を上げてみました。
スクリーン代わりにしていた白い壁には時田くんの無残な姿が映ったまま。ああ、時田くん めっちゃ血だらけやん。その時、時田くんが潰れた顔を持ち上げてこちらを見たんです。僕は突然のことに足がすくんで動けませんでした。そして、時田くんは白い壁から飛び出してきたんです。お前もか、貞子か。あ、これ新井さんの叫び。僕は目をつぶったまま手元にあった映写機のスイッチを素早く切りました。ゆっくり顔を上げると、そこにはいつもの自分の部屋が広がっているだけです。もう少しスイッチを切るのが遅かったら、僕はここにいなかったかもしれませんね。そのフィルムですか？燃やしましたよ。ええ、よく燃えました。フィルムがパチパチ言いながら燃える音に混じって、時田くんの叫びを聞いたような気がしました。ああ、もう時田くんも葬っちゃったんだな。あれは幻聴だったんでしょうか。あれから僕の部屋の白い壁に彼の潰れた顔が見えるんです。あれじゃん、細田の話みたいな、シミになってるのかな。僕の話はこれで終わりです。いよいよ最後ですね。さあ、次の方どうぞ。わあ、映画を見ていたらね、そういう感じになっちゃったっていう。貞子やん。アクション映画を撮ったはずなのに貞子じゃないか。すごいな。まあ、ええ、というわけでね、まあ皆さんも映画ね、制作しているときはね、変なシーンを見たときはそれは使わないようにしましょう。見ないようにしましょう。本当に。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は、福沢さんの第6話、新規みたいなので、そちらを見ていきたいと思います。それでは、バイニャラー。